バニラ、ココア、新州巨峰カントリーマームは、藤川製造、販売しているクッキーの商品名である。1984年7月に発売され、レギュラーサイズポケットサイズを北海道から順次発売した。カカオマスやカカオバターがたっぷり入った本物のチョコチップの美味しさを生の状態で閉じ込めて活性化させるクッキーである。 クッキー自体を和菓子の饅頭をヒントに二重構造にしている。さっくりした外側の生地とあんのようにしっとりした内側の生地の二層構造であり、この食感を出すために一般的なクッキーよりも時間をかけて低温で焼き上げる。また、チョコチップはカントリーマーム専用のチョコレートを使用している。試行調査結果にて約8割の人から、 ほとんど手作り感覚のクッキーと示されるように、ホームメイドの古き時代のアーリーアメリカン調の素朴な良さがある。そのまま食べても美味しいが、レンジで再加熱すれば、さらに焼きたての美味しさが再現できる設定である。それまで硬い食感のクッキーが主流だったため、発売当初は消費者から、しけっているとクレームが来た。そのため、CM ではクッキーを割って、 中身を見せることで商品の特徴を認知させた。当時のキャッチフレーズは、外はサっクリ、中はしっとり仕上げたソフトクッキーであった。1970年代からアメリカで流行し始めた焼きたて手作りクッキーをヒントに開発された。商品名には田舎の貴婦人という意味が込められている。1987年に耐久性や密封性の問題や、 消費者が袋を持ったまま食すスタイルを好むため、分割トレイを廃止して、個別包装に切り替えた。1992年には、大袋タイプの販売を開始した。2009年に内側もサクサクした食感の、カントリーマームクリスピーを発売開始。当商品の開発の動機は、チョコチップを生かした商品であることを PR するためで、あった。2013年には、 チョコチップを増量した商品を発売した。発売からしばらくは売り上げが伸び悩んだが、その後は藤家の菓子事業の3割近くを占める主力ブランドに成長した。2021年4月20日、コンビニエンスストアのミニストップ限定で通常の5倍の重量の大きなカントリーマームバニラ、大きなカントリーマームココアを発売。基本はバニラとココアが レギュラー商品だが季節限定の味も毎シーズン登場する。ありがとうございます。